これが軸足。軸足。うん。テニスとか野球であんだろ、まあ、アクセンション軸足、軸足でしょ、軸足でしょ、軸足から左に今度踏み込んでくるから、言葉ですと踏み足だし、踏み込んだし、で踏み込んだ時に重心がこっちに左足の上に乗ったら、踏み出し足は固定されなきゃいけない、一瞬入るでしょ。そしたら固定されたものに対して、ここは固定されたから、これを軸に回転があるイメージしにくい、入ってきて固定からの回転が入るわけ。そう、私は固定がないでしょ。そう、固定がなくてそのままふわーって操作するっていうだけ。そう、だからコース行ったら横回転が入るから、一回左にここから踏み込んだと、この感覚がないわけ、うん、そう、まあ、もちろん本当にコマ何秒なんで、ちょっと意識していかないと。でもこれを多分叩いたりとか、こうやってる、そう、これこれがあって、ここからこれ、うん、そう、一気にやるとこういう感じ。そう、だから面白いのが、右股関節、左股関節ってあるじゃん、はい、そしたらこれ、これ僕の手です。だからこの手がこう入ってくるでしょ、もちろん。そしたらこのイメージがこうして、まだ右の方で来て、そのままそのままこう動く、うん、動く。これは右で回ってるでしょ、右で回ってる。そう、そしたらマニアックだけど、こう来たのがここに入る。あ、本当だ、分かる、これ巻いてたやつだ。そう、巻いてたやつ、この左のところにこう入ってくるでしょ、うん、そしたらこの左のポジションに右のこの骨盤が一気に重ねて、ここに来る。そう、ここに来るわけ。左の股関節が着地したでしょ、ここに自分の右股関節一気に入る。でこれをだからプロゴルファーとかはただ回転するって言うでしょ、腰切るだけって言われたりしたことあるでしょ。でもっと腰切るんですよ。そう、でも腰切るが、そう、腰切るはこうじゃないわけ。結局ここに着地してそこに対して切ってる。そう、もうちょっとやってみる。そうするとこう入ってきて、こう、そうそうそう、入ったら伸ばして、そう、それだけ見てたらめっちゃかっこいい、かっこいいでしょ。そう、から伸ばして、そう、なんかイメージとしてはそんな今みたいにやるっていうのは、すごい家でシャドウとかでゆっくりかっこいいイメージしかないけど、ウソになったらもう左に乗ったなと思ったら、あの手が通用すると思います。ピーンって伸ばしちゃえば回ってしまう。そう、これが今日本で一番だったサトシ君とか小平君とかは、こうやって伸ばしながらジャンプして上下に使って飛ぶ選手だから、ウォージャーなんかすげえ結構飛ぶタイプだから、もう今横に回って飛んでるから、力を上下に使ってくると、多分もっと飛ぶ。そう、そうですね、そう、ちょっと違うでしょ、全然違う、だんだん分かってくる。そう、そう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 、何振るだ、最終的には振るだけとか、いや持った振るだけとか、天才発言が出るような感じ。そう、最終的にはね、プレイヤーとして考えると、そう、いやいや、考えて切るだけだよ、考えて腰切るだけだよとか、いや、腰切るだけですかねみたいな、頭残し、勝手に残りますから。そうそう、長嶋さんみたいになると今ビューンって振ってますとか、クラブの重さ感じてますとか、そういう発言で、そう、何、はい、そう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 、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。